埼玉県議会は埼玉県の県議会である。48ヶ月。ただし議会解散が実施されれば、任期満了前であっても、議員任期は終了する。中選挙区制、小選挙区制を実施。会派の要件会派構成、議席数2021年7月12日、現在県議会を補助する事務組織として、議会事務局が置かれている。 平成22年国勢調査の結果及び平成の大合併を経た県内市町村の状況を踏まえ選挙区及び各選挙区定数埼玉県議会の想定数を改正するため平成26年9月定例会において埼玉県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例改正案が自民党及び公明党民主党 刷新の会及び一部の無所属議員の参者から提出された。自民党及び公明党が提出した改正案が両党及び自民党系の無所属議員らの賛成多数により可決された。改正された条例では議員定数を94議席から1議席削減し93議席とした。特例地区とされた秩父市と秩父郡拡張村を除く 各選挙区の人口割について2を超えないものとし、選挙区割と選挙区ごとの定数を変更した。これにより合併に際して新たな自治体として、成立した河野市、富士見野市、加藤市、久喜市、春日部市が、複数の選挙区に分かれている状態は解消されたほか、議員定数不均衡が生じていた埼玉市岩月区の定数を1減らしちょい、逆転現象を是正した。さらに、 選挙区名称を該当自治体名を併称する新古賞に改めた。平成26年10月14日交付。平成27年3月1日施行。同月告示の第18回統一地方選挙、埼玉県議会議員一般選挙より適用された。2017年6月29日、定例会の一般質問において、 草壁審参議院が少子化対策の費用対効果に関する質疑においてバカでもチョンでもできると発言。議場は騒然とし草壁議員は不適切な発言だった。撤回すると述べた。質疑後、記者団にああいう言葉を言う場面ではなかった。誰でもできるって言えばよかったと話した。埼玉県議団は同議員を厳重注意した。 2017年7月11日、自民党県議団は、同会派の沢田力議員の除名処分を決めた。沢田議員は、自身の政治活動報告チラシの投函費用を、埼玉市の PR 会社に支払ったとして、同社が発行したとする領収書8枚を、県議団に提出し、約545万円を受け取った。しかし外部指摘を受けた、県議団が調べたところ、 当該会社は、当館は受け負っておらず、代金の支払いも受けていないと説明。沢田議員も、PR 会社から預かった白紙領収書に、自分で宛名や金額を書き込んだと領収書の偽造を認めたという。翌12日、同議員は辞職した。さらに当該 PR 会社は、沢田議員が自民埼玉県議団からの除名及び議員辞職に至る原因となった。 政務活動費、約545万円の不正受給とは別に、約694万円分の領収書についても、偽造された可能性が高く、支払いの実態もないと説明しており、同議員の不正受給額は、計1000万円を超えるという。沢田議員の辞職に伴う2017年8月27日の補欠選挙では、新人の藤井武候補が初当選した。 その後2017年8月、埼玉市議会議員や、さやま市民オンブズマン代表幹事の田中敏を、元さやま市議会議員ら県内の市民オンブズマンなどが、沢田元議員を、浦和警察署に、刑事告発し、埼玉県警察本部は2018年8月24日、領収証偽造し政務活動費、約1200万円を騙し取った詐欺及び虚偽公文書、作成。 同行士の容疑で沢田元議員を書類送検した。政務活動費、約545万円については、自民埼玉県議団に返還されたものの、本人からの説明はないままとなっている。2019年3月19日、埼玉地方検察庁は沢田元議員を不起訴処分としたが、これを不服とした田中元一議が、同月22日、 埼玉検察審査会に審査を申し立てた。会派、埼玉民主フォーラムは、同会派所属で2020年5月28日に、辞職した、井上進正議員について、埼玉県内ではなく、東京都世田谷区三軒茶屋に居住実態があったのではないかという疑惑や、同議員が所有する同所のタワーマンションの部屋が8年に、渡り資産報告されていなかった。 問題等の調査に関し、同年6月8日の県議会会派代表者会議にて報告を行った。井上議員は辞職の理由をに報じられた不倫問題と述べ、資産については修正報告済み、居住実態については埼玉県選挙管理委員会に登録されている見沼区のアパートに生活の本拠があり、公職選挙法に定職していないと説明していた。 井上議員は民主党ミヌマク支部長を務めていた2012年、実際には使用実績がないミヌマク内の支部事務所と称する建物の家賃という名目で政務活動費を不正に受給。同会派は建物を使用すると説明して改めて家賃に充てる政務活動費を申請したが、その後も建物が使われている形跡はなく申請書類を取り下げている。 大野外有知事は、同会派及び、井上議員に対しこれまでの諸問題について、説明責任を果たすよう求め、同会派は、第三者委員会を設置して、調査に着手した。しかし、井上議員が辞職したため、同会派は、調査を、未了のまま打ち切った。会派、埼玉民主フォーラム所属の浅野目義偉議員について、信頼関係が崩れる行動があったとの理由から、 同5月28日に会派を離脱させた。浅野目議員の信頼関係が崩れる行動については、同年6月9日、同議員が2019年4月の県議会議員選挙において使用したコピー機の設置費など約5万2千円をファクス定期点検台と偽り、2019年度の政務活動費として不正に受給していたことが判明したと発表。野は、 同9日、全額の返還手続きを行った。2020年12月18日、新型コロナウイルスが大流行し、埼玉県が5人以上の会食の自粛を要請している中、浦和区のホテルで自由参加型の忘年会を開催。県議会議長の田村拓実は、感染対策もしっかり取られていたため問題だと考えていない。会食ではないと述べた。 ありがとうございます。